デパック怪盗機は世界最大手コンビニチェーンの工場様で原料の怪盗機としてご活用いただいています。デパック怪盗機は独自のデパックチャージャーで作られる電気エネルギーを食材に与える技術と低温解凍を組み合わせることで細胞を分子レベルで活性化し、さらには劣化や変色の原因となる酸化を抑制することで組織破壊によるドリップの流出を抑えた高品質な解凍を実現しました。それが三鉄技研のデパック解凍です。デパック解凍機の導入における3つの代表的なメリットをご紹介いたします。よくあるお悩みその1、旨味がドリップとして流れ出てしまい美味しくなくなるのと同時にとどまりが悪い。デパック効果で品質、とどまりの向上、細胞の活性化によりドリップを少なくすることで美味しさととどまりを同時に向上します。よくあるお悩みその2、変色や劣化による廃棄ロスが多い。デパック効果で廃棄ロスの削減、酸化を抑制することで変色や臭いを抑え鮮度を保ち廃棄ロスを大幅に削減します。よくあるお悩みその3、解凍作業に人手と時間が取られ作業効率が悪い。デパック解凍機で作業効率の向上、食材を投入後スタートボタンを押すだけ、解凍完了後は自動でデパック保鮮機に切り替わり必要な時に必要な量だけ最適な状態で取り出せるので一時保管庫への移し替えの手間がなく作業効率の向上が図れます。では実際にデパック解凍品と冷蔵庫解凍品の違いをご確認いただきましょう。冷蔵庫解凍品はすでに酸化が進み発色しています。常温に取り出すと酸化により縁の部分が黒く変色してしまいました。デパック解凍品との違いをご確認ください。この色の違いが後々の劣化の速さの違いとなります。また鮮度保持機能により前日などの空いた時間に前倒し作業が可能になります。前日にスライスした牛肉でのデパックと冷蔵庫の違いをご確認ください。次に加熱による違いをご確認いただきましょう。冷蔵庫解凍品からは大量のドリップがフライパンに流れ出します。このドリップの量の差がデパック解凍品が美味しく解凍できている証ですね。デパック解凍の効果を十分ご確認いただけましたでしょうか。デパック技術は福岡大学医学部児玉准教授と三鉄技研の共同開発により細胞種の制御という裏付けのもと、再生医療の分野でも着目されています。私たち三鉄技研は冷凍から解凍、鮮度保持はもちろん食に関するあらゆるもったいないの改善に取り組み、皆様により安心、より安全なおいしいをこれからも提案させていただきます。